はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの内積丸8をお送りします。で、内積もね、8本目でやっとこれで終わりです。で、次回からは1ベクトルが始まるんですけど、で、今回内積の最後として問題を2問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、両方解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はね、内積8本もね、取らせてもらって、で、あの有名なところの問題演習もね、取り上げてきたんですが、今回の2問もとっても有名な問題となっております。で、まず1番は結局これの最小値を出したいの。まあ、その最小にする時の t も出したいんですけど、で、これね、丸6かな、前々回の動画の時にこの状態だとね、勝負ができないんだよ。だから何するかっていうと、2乗していきます、これをね。で、その計算する時にね、こいつら使っていくんですけど、まず p を2乗するので、まあ p の2乗でしょ。で、こいつの2乗で、これは今から暗算します。で、暗算しても、えって思う方は、ぜひ2個前の、丸6の動画を見てください。どういう風に考えて暗算するのかっていうのは、そこで説明しているので。で、これをやっていくと、まず、ベクトル A の大きさの2乗、プラス、2t、ab、プラス、t の2乗に、b ベクトルの大きさの2乗と、こうなります。普通にね、こう、カッコはついてる2乗と同じように展開の公式使えるんですけど、まあ、こことここが、あの、絶対値というか、まあ、大きさの方になるよっていう。で、これをするとですね、ここ、2って分かってる。まあ、2乗するけどね、入れることができる。3入れることができる。で、内積入れることができるので、全部代入できるんだよ。で、していくと、まずここ、2乗するから4でしょ。で、内積がマイナス3なので、代入すると、マイナス 6t でしょ。で、3代入するとプラス 9t2 乗で、見事に t の2次関数になるのね、このまんま。で、2次関数になってしまえば、もう最小値出す時って何するかって、もう平方完成するしかないんだよね。で、平方完成をしていきたいので、ちょっとこれ順番入れ替えると、まあ、もちろんね、入れ替えなくても分かる方は全然構わないんですけど、こういう状態でしょ、これ。ちょっと順番変えると、で、ここにね、9がいるんで、少しね、平方完成やりにくいんですけど、ちょっと暗算しますね。で、9を出して t でしょ。で、9が出てきたから、ここがマイナス9分の6。で、マイナス3分の2なんで、それを半分にした、マイナス3分の1の2乗となります。で、これを2乗したもの、9分の1を引きたいんですけど、引く前にこいつをかけなきゃいけないんで、結局マイナス1になって、これとくっつけてプラス3っていう、多分口で言っただけだと、ここがわからない子にとってははっていう感じだと思います。で、この平方完成に関しては、他でちゃんと平方完成の動画を撮っているので、あの、そっちの方で確認してみてください。申し訳ないんですが、よろしくお願いします。で、こうなった。これの最小値どういう時、 t が、これもね、下にこういうカーブになってるって分かってるから、 t が3分の1の時に最小値3なんです、普通に解けば。これだけ見たらね。だから、書いていこうと思うと、t イコール3分の1の時に、ちょっと待ってね、最小値3って書きたいんですけど、実はこう、ルート3っていうね。これが答えになります。はてはて、なぜルート3なのかっていうところなんですけど、これですね、本当はさっきも言ったように、t が、3分の1の時に最小値3なんです。でも、その最小値3って何が3かっていうと、p の2乗が3なんだよね。いい。だから、確かに t イコール3分の1の時に、p の2乗の最小値が3なんです。でも今、求めたいのは、p なの。2乗じゃない。だから、こっから戻さなきゃいけないのね。で、これ普通に解くと、2乗外せばさ、プラスマイナスルートがつくから、プラスマイナスルート3なんだよね。でも、p って今、ベクトルの大きさ、絶対ついてるから。大きさなんて絶対に正なんだよ。だから、マイナスが使えないんで、これが外れる。だから、こうなるんです。これ、
ここ3にしてると、まあ俺が先生やったら減点にしますけど、もしかしたら罰食らうこともあり得るので、多分答え書くだけだったら罰になるかもね。途中式書くパターンだったら、あの部分でもらえるでしょうけど、まあそんなところでね、落とすのもったいないので、まあ、最後ね、そこまで気を使って解いてみてください。まあやることは2乗するっていうところなんでね、あと気を最後に気をつければ OK です。で、2番、まあ珍しく証明問題に入れました。これもね、すげえ有名な証明なので、でですね、ちょっとこれ板書量が多いんで、こっから行こうか。ちょっと変な感じになるけどごめんね。でですね、おそらく、まあ、これはね、しっかり書かされるので、まあ、自分の証明の仕方ですけど、まず、A ベクトルと B ベクトルが、ごめん、ちょっと見てしまった。0ベクトルで、ないとき、ですね、そのナス書こうか。これさっき解いたやつ、そのまま書きたいんで、ちょっと見ながらで申し訳ない。そのナス書くを、シータとすると、まあ、ここからスタートします。つまり、まあ、A ベクトルと B ベクトルを使ってるので、それが A ベクトルじゃないよって、でこの2つのベクトルのナス角をシータとするよって置いてしまいます、証明のためにね。でまず自分はですね、ここ内積が出てくるので、まあ後で証明使うからっていうのもあるんだけど、内積の公式書いておきます。内積の公式は A ベクトルの大きさ×B ベクトルの大きさ×コサインシータだよね。で、ここで1個使ってほしいものがあって、それがですね、これです。コサインシータ。これって、マイナス1から1までだよね。単位円で考えるから。ちょっと他のところの勉強の知識入ってますけど、コサインシータは必ずマイナス1以上、1以下になります。いい？で、より何するかっていうと、これ真ん中、真ん中をこの状態に持っていきたいんです。で、今コサインシータはもうあるので、あと A ベクトルの大きさと B ベクトルの大きさをかけてあげれば、ここにかけてあげれば真ん中がこれになるでしょ。でも不等式、ここだけかけるのはダメなので、ここにもここにもここにも全部にかけます。 A ベクトルの大きさと B ベクトルの大きさを。そうするとですね、全部にかけるので、左側ここがマイナスがあるから、マイナス A ベクトルの大きさ B ベクトルの大きさ小なりイコールで、ここが A ベクトルの大きさ B ベクトルの大きさコサインシータ小なりイコール、こっちプラスなんで、A ベクトルの大きさ B ベクトルの大きさとこうなります。で、さっきも言ったように、なんでここ真ん中をね、これに持ってったかっていうと、これとこれ同じなんで、真ん中の部分書き換えればただの内積になります。ちょっとお付き合いください。書く量が多いね。こうなって右辺というか、まあ右側も全く同じです。このまま落としてくると、でこうなりました。でここからもうこの答えに行けるんです、このまんま。だからこれより、あ、間違えた。失礼。よいしょ。内積の絶対値ついてるやつ小なりイコールで、こうなるで終了っていう。で最後に、まあ、一言つけておきましょう。これは A ベクトルイコール、これ待って、0ベクトルか、ごめんね、ちょっと下の方がよかった、狭くなってしまった。これは A ベクトルが0ベクトルの時、そして B ベクトルがの時も成り立つと。まあ、例をね、0ベクトル入れてしまえば両辺0になってイコールになるから成り立つよねっていう話なんですけど、まあそこ深く考えなくても一言添えれば OK です。これ添えといてね、最初に0ベクトルじゃない時って言ってしまったので、いやいや0ベクトルの時も大丈夫っすよって最後一言添えてほしい。でですね、これどこで詰まるかっていうと、まあ証明の形は覚えてほしいんですけど、ここがね、繋がんないんですよ、ここ。
もちろんね、つながる方は全然構わないんですけど、一応これなんでこの部分がこうなるかっていうのを説明しておきます。で、これはですね、実はみんなも知ってる知識で、例えばだよ、これ下かけっから、あ、いけんね、あのベクトルからちょっと頭を切り替えて、全然関係ないから、絶対値 x 小なりイコール5、はい、みんなこれ解いたらどうなりますかっていう、いい、これで、これ解くと絶対値ついてる時で、しかも右側に口が開いてるから、これ答えって x を挟んでこれのマイナスバージョンとプラスバージョン、これ答えなんだよね。で、最初の向きが逆だったらちょっと変わりますけど、いい？で、これもう昔で勉強してる。で、実はこれ使ってるだけなんです、これ。どういうことかっていうと、今、この X のところが内積だと思ってください。で、これと、ここね、上の部分。これとこれをね、重ねてほしいの。今、絶対値 X、絶対値内積ね、ここ。で、これちょっと分かりにくいですけど、塊で5だと思ってください。これを戻そうと思ったら、X が中に出てくる。絶対値外れて。絶対値外れて出てきてるでしょ、内積が。で、これが5だと思ったらマイナス5、5って挟んでるじゃんか、ちゃんと。だから今これの逆をしてるだけな。それが内積だったりベクトルの大きさだったりするからすげえ分かりにくいだけであって、結局これしか使ってない、知識としては。いいかな。だから、まあ、これがこうなるよっていうのをちょっと頭の片隅に置いといてほしい。で、証明はよく出てくるので、この証明でやってほしいっていう感じかな。で、ちなみにですね、今回はこの証明で取り上げたんですけど、この部分、ここだね、ちょっとごめんね。この部分。ここを証明しなさいって出される問題のパターンもあります。だからここまで持ってこなくていいよって。で、ここで止める場合も同じです、やり方。こうやってやってください。で、この一行、ここがなくって、最後に、これはこの時も成り立つよって一言添えてくれれば OK と。いう形になります。いいかな。では今回は高校数学数 B のベクトルの内積丸8をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から最初にもね、話したように1ベクトルが始まりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。